どうもこんばんは、ミッドナイトイーグル鳥の人です。少し今日は声を抑えめでいきます。ですね、今日は3ヶ月に一度の定例会場ということで、八丁湖っていう湖に来てます。リスナーが3ヶ月に1回ここ来いという、はい、で今日の動画っていうのが前編後編に多分分けると思います。時間がちょっとまだ分かんないんで、僕の神社まで行けるかなってちょっとまだ分かってないんですけどね。ちょっと少し長くなってしまうと思いますけど、はい、いつも通り編集版とノーカット版を上げますのでね、ぜひともよろしければね見ていってくださいな。はい、行くよせんちゃん、行ってきます。よし、行きますか。びっくりした。猫。八丁湖っすね。久しぶりの。まあ、3ヶ月に1回の定例会場だと。まあ、リスナーにね、いつも脅されてるんでね。年始かな？年始に来たあたりかな？ 3 ヶ月ちょい前。こっちから行ったんだよね。こっちから行こう。びっくりした。いっぱいやっぱ猫いるね。もうね、撮影ができなくてさ、実際問題。時間がある日にもかかわらず、この前栃木まで行ったかんね。風よ。群馬も最近ダメだし。で、ここ。2日間ぐらいかな。今ようやく映像を撮りに来れて、今日はね忘れずオープニング撮れたんでね、よく忘れちゃったり、あとは人が少し多い場所とかね撮れないんですけどね。有名な心霊スポットとして本当に有名は有名なんだよね。よく変な曰くがあると、その曰くなんてどこにでもあるような曰くなんだけど、まあ、桜の名所が近いと。昼間来るとね一周約20分25分ぐらいかな、ね、ビビって歩くと17分って、この前1回動画撮ったら17分だったんだよね。面白い場所ですよ。横に神社なんてあって、今日神社の方行ってみようかな。もうすぐねお花見のオフ会があるんでね、準備してるんだけど、これでその日が雨とかまた風だったら積むんでね、今ねすごい困ってます。毎度のことだけどね、毎年だよね、お花見オフ会の時だと風が強すぎてどうしようもなくてシート吹き飛んじゃったり、なんかね結構変な日に俺が予定立てちゃってね、っていうかリスナーさんがその日は休みだっていう人が多い日にするんだけどね。何？なんか向こう側で動いてんだよね、さっきから。おお、びっくりだ。もうね、ほんと魚やめた方がいいよ、そういうの。ここで一回さ、クソほどでかい魚見たんだよね。
何だったんだろう、雷魚、雷魚じゃねえか、鯉かな、にしてもすごいでかくて気持ち悪かった。はあ、月が出てるけどおぼろ月だね。なんか雨降るんかな、すごい天気悪いんだよね。あそこにさ光が見えるんだけど、わかる？人がいる。あ、消えた。あ、見えた。何か、ん？わかんねえな。もう一回か。お化けかなんかだろう。猫が、ここのカーブいつも猫いるな。やばい、どうしよう。周りの音が一切しない。何？え？なんかいる？今その辺に今猫上登っての登ってっちゃったけど。何？どっから音がしてる？え、やべえ、なんか怖い怖い、なんだろう、なんか息遣いが聞こえる。猫がいる？どこにいた？潜ってた？どっかに？もう、ん？ごめんよ、びっくりさせて。あ、お前の声か。どこにいたんだ？どっから出てきた？今。降りてきたんか。悪かったよ。月がおぼろ月になってます、今日は。ね、なんか何回来ても猫にビビるなと。猫どこにいた？今いたんかな？どっから落っこってきたんだろう。
なんかこの辺来るといつも心細くなるよな。こっち通るか。何の音だろう。あそこの神社な。登るか。よいしょ。今人いた？人いた？どういうルートで帰るか。結構いい時間になっちゃったな。分けるか。この八丁湖って全体本当にね、奥の奥まで行ってフルまで回ると動画だと多分3時間ぐらいかかる。はい、ちょっとセーブポイントに着いたんで、はい、これから神社に向かいます。この奥にあるね。はい、さっき人いた？なんかもぞもぞ動いてたのが見えたんだけど、あれ人かな？やだよ、犬とかだったら。はい。じゃあ一旦ここで、休憩します。休憩はしないけどね。はい。はぁ、一旦休むわよ、せんちゃん。お疲れ様です。